W52SA は、産業電機が開発した、AU ブランドを展開する KDDI 及び、沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN の携帯電話である。形状としては、W33SA、W33SA2 の後継で、薄型 18.7mm で EG フェリカも搭載されている。W33SA の後継ではあるが、 アナログテレビチューナーは搭載されていない。ワンセグの最大視聴時間は5時間45分である。ワンセグのその他の機能は予約録がタイムシフト再生、ジャンプ再生に対応。そして番組に合わせて画質を設定できるシーンセレクト機能が搭載されている。カメラに関してはパパッとパノラマ、ススッとスキャンといった機能が特徴的。 またキャラクターリーダーが搭載されていることを利用し、カメラで辞書という文字を撮影して辞書引きできる機能や、通話時間を設定し自動的に終わり話する、コールエンド機能も搭載されている。なお、大阪産用製 SA 機の一ゼブ、ドゥーレル、零 KCP 対応機種としては、最終機種となっている。全体として、高級感を意識して作られている。 他火災圧部は 20.0mm。ありがとうございます。